80円でも味噌汁つかない。帰りにカッコつけてカモミールティーなんか飲んだら490円でも味噌汁つかない。ホワイト学割は学生も家族も基本料は490円でも味噌汁つかない。次に生まれるなら味噌汁になりたい。主役を脇で支える味噌汁になりたい。でも味噌汁はおかわりできるけど私におかわりなどいない。
私は味噌汁になれない。競馬で儲けようと新聞買ったら450円、もう馬券も買えない。タバコ一箱に発泡酒一本で430円、競馬場にも行けない。週刊誌買って缶コーヒーまで買ったら450円、すでに馬券は買えない。 DVD 新作一泊借りたら400円馬券買えても、当たるとは到底思えない。次に生まれるなら競走馬になりたい。遠い夢を走り抜け競走馬になりたい。でも強い馬なら守護馬になれるけど、弱けりゃ何にもなれない。私は守護馬にもなれない。見たくて横浜まで出かけたら450円、帰ってこられない。中央線なら武蔵小金井450円、山は見えても帰ってこられない。京成上野から見もみまで行っても470円、でも見もみで何をする。小田急線なら海老名まで出かけて480円、これも帰っちゃ来られない。次に生まれるなら帰ってくるものになりたい。春になれば帰ってゆく渡り鳥のように。でも焼酎のお湯割りに焼き鳥は絶対欠かせないから、私は鳥にはなりたくない。次に生まれるなら帰ってくるものになりたい。どんなに遠くからでも帰ってくる犬になりたい。犬がいい、そうだ犬がいい。できたら寂しくないように、家族みんなに愛されるうちの犬になりたい。次に生まれるなら家族の一人になりたい。私は犬になりたい。雑種でもいい、490円。